こんんにちは吉田さん塾ね、うん、塾作ってよかったなと思いますし、あと、塾を運営していて分かるんですけども、なんかそのオンラインサロンとか、塾とかコミュニティって、名前はいろいろあるんですけども、ま一、あ、つねあの、なんか運営する人がいて、で、生徒さんが集まるみたいな、そういったコミュニティって、実はたくさんあるように見えて、あんまりないんじゃないかなと思うんですよ。なぜなら、やめていくからですよね。 なんでやめるかっていうと運営してるる人自身が負担に感じじかからじゃないですかねだから運営自体が楽しかったりそこに参加してる人との出会いがあの自分の人生にね運営者から見てものすごくああいいなーって思うようなものだったら続くと思うんですよそれはおそらく再生数の少ない私たちだからできるのかなと思うんですよね。さすがに何千人も何万人も会員さんがいらっしゃると、まあ、変な人も紛れ込むと思うんですよ。 足引っ張る人とかスパイとかライバルのどっかのコミュニティとかねでも人数少ないとそういう人ってのはあんまり入ってこないと思うんですよねだからまあいい人ばっかりみたいな気の合う人ばっかりみたいなねそれがなんか財産のような気がしますね少ない人数であっても濃くつながっていける人友達100人はいらないけども親友1人そういう関係でオンラインサロンとかねこうやってアビッジ塾っていうのはできるんじゃないかなと思うんですよ まさに熟してくるっていうのはこういうことじゃないかなと思います漢字のなんか面白さを感じましたね